すすを含んだディーゼルトラックの黒煙すすは有機物が不完全燃焼を起こして生じる炭素の微粒子や建築物の天井などに溜まるきめの細かい埃のこと。おおむね過去の生活様式となったが、室内の照明に油脂やろうそくを使用したり、暖房に色折りや暖炉を使うことで、すすが室内に溜まるのが日常であった。今でもこうした照明を用いる寺院や教会では、 すすが発生している。また、燃焼に伴う煙中の微粒子だけに限らず、室内に溜まる細かな粒子状の汚れを指してすすと呼ぶことがある。すすの実態は詳しくは解明されていない。すすは物質としては黒煙に近いが、白膜状にならず、微細な粒子が多数寄り集まって構成されているのがわかっている。なお、すすは炭素を主成分とする顔料でもあり、 二かとと共に製図原料となる。燃焼によって生じるすすは、燃料の熱分解過程で酸素が不足していたことを物語っており、燃焼ガス中で、油滴や微粉炭中の残炭分が重合して、未燃のまま排出される。すすの多くが炭素原子から構成されていることが分かっており、他にも1から3%ほどの水素を含み、 また、燃料の純度が劣る場合には海分を多く含む。ススの生成機構の最初の分子レベルでの初期状態に、関して、主に3つの説が存在する。多官方向属炭化水素を経由して生成される、アセチレンを経由して生成される、C3H3 や蝶のような炭化水素イオンを経由して生成される、当初は電化を帯びた巨大分子だったものが、 電気的に引き合うことで凝縮し、ごく微細な液体状や固体状となった粒子同士が衝突と合体を繰り返しながら、脱水素反応を起こして数ナノメートル、数十ナノメートル程度の固体の球状粒子に成長していく。球状粒子の状態で酸化されることもある。この球状粒子は、電化によって、樹頭つなぎになり、やがて葡萄の棒状に集まって、 数十ナノメートル数百ナノメートル程度の大きさの凝集体を作り上げる。この凝集体は互いの煙時や排気経路付近に堆積することでさらに大きな粒子の倍炎となる。ボイラーなどで火炎の中に一時的に生じる素数は熱線を放つことで燃焼に寄与している。燃焼時に O,CH,C2 といったラジカルが放つ化学発光の波長は 青色や紫外線領域の狭いバンドで発光するものが多く、加熱源としてはあまり有効でないが、高温の個体であるススが放つ赤外線領域の連続スペクトルでの放射光が周囲の燃料を副射により加熱することで燃焼を助ける働きをしている。このような炎を輝き炎と呼び、ススを全く生じない不輝き炎と比べると強力な赤外線を放射する。 ススは自動車や工場の排気にも含まれ、あらゆるものに降り注ぎ、時に洗濯物を汚したり、おだくの原因となるので嫌われる。単体の炭素には毒性はないがパは、ー、発岩性も持つものが多く、人体に有害とされる。また他の有害物質を吸着することで、人体に与える影響が大きくなるとの説もある。ススは炭素を主成分とする顔料として利用される。 書画で使われる炭は酢を原料として作られる。製炭原料の酢すすは油塩す,すと小塩す,すに大きく分けられる。小さな小屋の内部で、ろうそくや菜種油を使った豆苗、ヤニを多く含む松の豆苗などを炊き、内部に溜まった酢を煮皮などで固めたものである。ありがとうございます。